ゴールデンボールをこの座敷わらしに渡すと何かいいことが起こるらしいんだけど、このゴールデンボールのね、ゲットの仕方がわかんないんだよね。ただちょっとね、情報によるとおそらくここにいる赤招きと白駒と戦うとなんかゲットができるっていう話をね、ちょっと聞いたのでやっていきましょうかね。よし、やっつけた。これで赤招きと白駒両方やっつけたんで、まずゴールデンボールが一つ手に入るはず。戻ってきた。これでブリーゲンスイにびっくりマークが立ってたから、話しかけるとまずゴールデンボールがね、一つ手に入るんだって。ビクトリアン、赤招きと白駒ね、赤招きがやばかった、結構強い。あ、ようやく手に入った。ゴーゴーゴーであるまた来るである。うん、でこれでまず1個手に入ったんだけど、他の入手の方法はまずこのここにもずく先生がいるんだけど、このもずく先生からアイテムを何回か分かんないけど、何回かアイテムを買わないといけないらしい。お金がそんなにないからな、とりあえず全部買ってっか。あ、でもそんなに高くないね、アイテム。とりあえず全部買って、お、ゴルニアンパンチ持ってる。これで全部買ったんじゃない？買ったね。これでゴールデンボールはまだゲットできないか。楽しみに待っとる。まだゲットできないね。で、もう一つ、あともう一つはこのナメクジ軍曹がいるんだけど、この人に何回か話しかけるらしい。まあ、いつゲットできるのかわかんないけどね。あ、でもなんかどんどんセリフが変わっていくような感じだね。セリフはどんどん変わってる。うん、おお、イベントが来た。しばらくの間我を忘れていたようであります。ここで拾ったこの玉のせいでありましょうか。恐ろしいであげるのでありますよ。2つ目がゲットできた。これで2つ目か。もずく先生はまだね、ゲットできないね。もう買うこともできないし、これは日にちをかけてね、やっていくしかないか。で、あともう一つ、最後のもう一つのゴールデンボールのゲットの仕方はこのやっぱりこのガシャだって。なんでガシャ回していこう。さあ、ガシャ回すか。いやー、ゴールデンボール出てきてくれるとね、嬉しいけど、出てきてください。金の玉だ。わー、違うよ、ゴールデンボールがいいんだよ。もうあー、ダメだ。はい、ということで今日はゴールデンボール揃わなかったんですけど、以上な感じでゴールデンボールがゲットできるみたいなんで、皆さんもやってみてください。